あ、その岩隈なんですが、ツーアウトから出塁を許しました。2試合連続完投の後、今日は中4日での登板となっています。肩を痛めて今シーズン復帰6試合目、ランナースタート、盗塁成功です。平下がスチールを決めてきました。その岩隈投手、また中4日ということに関してなんですけれども、まあ、完投はそれほど意識していないということでした。また最終戦フルスタで勝っていないので勝ちたいですね、ファンの皆さんの前でとも話していたんですが、そこもあまり意識せず、今大切にしているリズムとテンポを第一に自分のピッチングができればとも話した。さあ、西岡が出塁しています。打席に2番の青野、西岡は今シーズン32の盗塁をマークしていまして、2年連続パリーグの盗塁王がほぼ決まったという状況です。まあ2位3位、西武の片岡口ももうゲーム終わっていますから確定です。ちなみに2年連続盗塁王というのはこのロッテ球団では1988年、89年、西村則文現ヘッドコーチ以来17年ぶりとなりました。半月以上相手の登板となりました渡辺。西岡スタート、辰徳が二塁へボールを送る、送球されましたが盗塁成功です。2年連続パリーグの盗塁王、そのスピードを見せつけました西岡、今シーズン33個目の盗塁です。これで佐々木さん、辰徳捕手は2回3回とそれぞれロッテに盗塁を許す形になりました。そうですね、まあ阻止率そのものがかなり低いんですけども、はい、けどまあ、ピッチャーにもやっぱ責任がありますからね、これ盗塁っていうのは。で、まあ、その中でもリーグトップのスピードを誇るこの西岡ですからね。そうですよね。さあロッテチャンスです。ですよ、まあまあそれができない人に望んでるわけでも何でもなくて、はい、できそうだから言うんですよ。もう単純なことですよね。だから2番バッター青野選手、クリーンナップの前絶対に塁に出してはいけない、なのに 2-2 から真ん中にまっすぐ投げて簡単にセンター前に打たれた時点でもうちょっと方向性が変わるんですね。でも多分彼は出てくるバッターを一人一人一生懸命抑えてるだけなんですよ。でも打順ぐらい考えてほしいですよね、はい、やっぱそこをこう、まあ、考えてるでしょうけどもね。ランナースタートを切ります。送球は高い、今日勝野に3つ目の盗塁を許しました。この辺りは千葉ロッテしっかりついてきます。渋い表情を作りました。まあ、勝野は盗塁阻止率が決して良くない、その中でやはりこう機動力を使ってきますね。ねえ、本当にね、まあ、現実を見せつけられてしまいますけども、この辺りもプロの世界ですからね。そうですから、さあワンアウト二塁と変わって4番の里崎です。粘られて粘られて何度も決めに行ってるんですけども、まあでもこういうところですよね、はい、ウィーニングショットがそのフォークが一つなくなってしまったというか、まあキレの悪い状態で、彼がやっぱりどう切り抜けるのかね。打席に大塚です。今日は勝則は3つの盗塁を許しています。
11年間の今日が集大成。逆転サヨナラに向けて何としてもここは0点に抑えたいシーンです。9回のマウンドに清水がスタンバイ、ベンチ前に出てきました。ランナースタート、勝則させません。盗塁成功でワンアウト二塁となりました。今日ロッテに4つ目の盗塁を許しています。さあ3点目に向けて千葉ロッテのリードが広がるのか、チャンスが広がっています。なんか高めですよね、はい、小山がホームランを許しました。マウンドは福森。ランナースタート、スタートを狙う、決まりました、盗塁成功。まあ、今のはもうピッチャーの責任ですよ。ああ、ね、そうですか。キャッチャーではない。キャッチャー、いや、もう、まあ、セカンドへの盗塁の時はね、ある程度、キャッチャーの責任もありますけども、はい、あ、ちょっとこれ完全にこう、まさか三盗はないだろうという思いがね。やっぱり今のはもうピッチャーがもう全く無警戒でしたから、ランナーがスタートを切れるだけの話で。はい、今日はロッテ5つの盗塁を決めています。さあこれでまたダブルプレーというシーンではなくなりました。はい、3対1となりました。そして今日途中からゲームに入っている南です。この回は根本の盗塁2投3投が生きた形になりました。3投は行きましたね。行きましたね。そしてまたランナースタート、今度はさせるか、セーフです。今度は際どいタイムだったんですが、ザッチはセーフ。今のはこうアウトになるような感じにも見えたんですがね、でもです、ね、足入ってますね。スライディングのこれは早いですね。9回だけで3つの盗塁を決めています。今日これで全部で6つになりました。